近年、中国の学術界では、論文の標説や大作などのスキャンダルが相次いでいます。日本京都大学はこのほど、学術上の不正行為を理由に、中国人博士の学位を取り消しました。これは同校創立124年以来、初めてのことです。博士号を取り消された留学生の名前は、金正です。現在は上海電力大学外国語学院で、日本語を教えています。 5月28日上海電力大学はウェイボーで金賞氏を解雇したと発表しましたネットユーザーによると2019年京都大学は金氏の論文に盗作の疑いがあるという告発を受けて調査を始めたといいます2020年8月京都大学は同論文には9箇所の引用を明確に表示していない箇所や他人のアイディアなどを 参考して使った計11箇所の不適切な点があったため盗作であると認定しました5月25日京都大学は禁止の博士号の取り消しを発表しました同行の責任者は事件について記者会見を開き謝罪しました京都大学は東京大学の設立に続く日本で2番目の国立大学で11人のノーベル奨学者を輩出したことから 科学者のゆりかごと呼ばれています京都大学は創立以来124年間不正行為で博士号を剥奪されたことがなかったため多くの中国メディアは日本の報道を転載する際に京都大学が禁止の博士号を剥奪したのは大学創立100年の歴史で初めてだと強調しました。